札幌市丸山動物園の人気者アジアゾウのタオが今日1歳の誕生日を迎えました。今日も大勢の来園者でにぎわう丸山動物園。今日のタオは一生懸命に鼻で草をつかんで口に運びむしゃむしゃ、群れと離れて一人寝そべりゴロゴロ。1歳の誕生日を目がけてきました。プリンセスですね。今日1歳になったタオは16日の時点で体重は605キロ、生まれた時のおよそ 5.5 倍に成長しました。泥遊びとか、丸太みたいなの蹴ったりしてて可愛いな。誕生日おめでとう。あっという間の1年だったなと思うんですけど、まずはここまで無事に成長してくれて安心という気持ちが大きいかなと思います。タオが生まれたのはちょうど1年前の8月19日午後10時半過ぎ。道内で初めてのアジアゾウの出産で、飼育員が動物と同じ空間に入らない準間接飼育による国内初の出産として注目を集めました。10月には来園者らの投票によってミャンマーの言葉で輝きを意味するタオと愛称が決まりました。今同居しているゾウはすべてメス。母親のパールのほか、シュテインと娘のニャインの合わせて4頭で暮らしています。タオが甘えるように鼻をすりつけているのはお姉さん役のニャイン。その近くでタオの母親パールは安心して草を食べています。パールがいなくてもニャインだったりシュティンとこう遊んだりですとか、水浴びをしたりですとか、あまりこう物おじせず新しいことにもこう飛び込んでいく性格なのかなという気がしています。実はシュティンと娘のニャインはパールが出産するとき柵の向こうで見守っていました。みんながこう協力し合いながら子育てをする動物なので、今見ていただいている光景もまさしくアジアゾウらしい姿かなと思います。順調な生育を見せる1歳のタオ、今後の健やかな成長を母親のパールや仲間のゾウとともに多くの人が願っています。